はい、皆さんこんばんちはですよ。今からですね、お腹がはち切れるぐらい美味しい定食をね、食べに行きましょう。今これ3号線にいますよ。右側が JR の門司駅ですね。それを小倉方面に向かっています。思う前にね、ディレクターさんも噂を聞きつけてくるぐらいのお店ですよ。ご飯具沢山の味噌汁、種類豊富な漬物が食べ放題になります。食べ放題ですからね。これ門司駅前西ですね。これを左に曲がります。定食はですね、もうおかずもボリューミーですごいですよ。後に見てもらったら分かるんですけど、ご飯おかわりできなかったですが、おかずが多すぎてすごかったですね、ほんと。でですね、定食は注文するとハーフコンボって言って、ランチメニューに一品格安でねプラスすることができます。この高田一丁目ですね、これを左に曲がります。お店は駐車場がないので、コインパーキングはこの右側にね2つあって、この先にも左側に1つあります。でここからね歩いて行ってもさほど距離はないので歩いていきますよ。でこの辺はですね、一方通行が多いので気をつけてくださいね。道案内参考にされてください。ちょっとやっぱ歩行者の方がね多いので気をつけてくださいね。もうこういうとこはね、ゆっくりでいいのでね、事故起こしたらね何もなりませんので。右側から車が来ますので気をつけてくださいね。歩行者も一緒に気をつけてくださいね。これを左に曲がります。今車が止まってるのが見えてると思うんですけど、あそこですね。お弁当も売ってるのでね、皆さんお弁当も買われるみたいですよ。ここですね、朝ごはん昼ごはんって書いてますね。じゃあ今から行きます。これも取り放題なんです。これは取り放題ですね。こっちは一皿選んでいいんですね。種類違うんですね。やば。これ3つですよ。3つ。こう、これと。いや。これこれ。これ一個種類が違うなと思って。あ、そうですね。ですよね。うん、まあ違うような。すごいですね。どれしよう。ゴーヤいただこうかな。お魚、じゃあこれいただきます。はい、どうぞ。キャベツの山にね隠れて見えないんですけど、チキン南蛮ものすごいボリュームでしたね。柔らかいのとでかいので、お箸でねなかなかつかめないんですよね。大きいでしょ、ほら。ものすごい食い応えでしたよ。
ヤクルトのね爽やかな酸味とタルタルの甘さとまろやかさでね、ご飯がね進みますよ。お味噌汁ですね。大根、キャベツ、しめじ、玉ねぎ、具沢山やな。じゃがいも、いっぱい入ってる。人参も入ってる。お味噌汁も食べ放題ですからね。お味噌汁はお借りをするときはね、お母さんに行ってついでもらいます。継ぐというのは方言ですけどね。で食べ放のお漬物もきゅうりとか大根、セロリとかね、高菜とかたくさんありますので、こちらも楽しんでくださいね。こちらね、ご飯に合いますよね。キャベツの量もすごいでしょ何かもがすごいんですよねこれ思うまですかね。それのディレクターさんもなんか取材に来られたみたいで、それは来ますよねこちら一皿選べる小鉢ですね。ゴーヤとツナの炒め物です。醤油が効いた味付けで、ツナの旨味とゴーヤのほんのり苦い旨味が美味しかったですよ。アジの南蛮漬けですね。偶然南蛮になっちゃいましたけど、狙ってるわけではないですよ。味大きかったですね。コクがあるのにね、うん、さっぱりした味付けで美味しかったです、うん、でこちらですね、最初アボカドかなと思ったんですけども、違っててですね、アボカドのソースがかかったタケノコでしたね、うん、すごい、本当とても爽やかなソースで、初めてこういうの食べました。美味しかったです、うん、メンチカツです。でこちらのお店ではですね、ハーフコンボといって格安で定食におかずをプラスすることができます。いろいろなおかずがあるのでね、動画の最初のメニューを見てくださいね。サクッとカラッと揚がってますよ。お肉がぎっしりと詰まっています。もはやですね、衣をまとった塊の肉ですね。もう肉肉しくて美味しかったですね。うまかったですよ。あまりにも多すぎて、ご飯おかわりできずじまいでした無念です。いやでも、ね、大満足でしたよ。美味しかったです。豚生姜焼きとハーフコンボでエビフライですね。こちらもチキン南蛮同様、お肉たっぷりですよ。食い応えがねあります。生姜焼きって美味しいっすよね。玉ねぎもね、甘くて美味しいですよ。ご飯にね、合います。合わないわけがないですよね。お漬物の玉ねぎの赤ワイン漬けですね。シャキシャキと香り豊かでしたよ。美味しかったです。大根のお漬物ですね。ほっとしますよね。きゅうりのピリ辛漬けです。ピリッとね、歯ごたえが楽しいですよ。いや、手作りだなって感じです。なんかまな板の上でこうきゅうりが叩かれてるのをね、想像できますもんね。
美味しかったですよ。味噌汁いつ来ても具沢山です。体に優しいですよね。本当何を食べてもですね、飯泥棒なんですよね。マカロニのサラダですね。これはですね、あのチキン南蛮にもついていました。ちょっとね、小鉢を登場させますね。移動しないと映らないんでなかなか一つの画角にね収まらないっていうのもすごいんですけど、選べる小鉢ですね。ごぼう、人参、椎茸、こんにゃくなどの煮物ですね。完全に手作りですよ。こちらも煮付けなんですけども、味が全く違います。鶏肉が美味しいですね。鶏肉かって言ってますねこれ枝豆とかこんにゃくとかきくらげを炒めて和えたものですね。いや、これだけ一から手作りの料理をお腹いっぱい食べられるのは本当嬉しい限りですね。エビフライをね、いただきますよ。立派な優等エビです。立派でしょう。タルタルをつけていただきますね。もう美味しいですよねわかりますよね。うまいです。でですね、タルタルも手作りでめちゃくちゃ美味しかったんですよ。これ普通で食べるタルタルよりもとても爽やかなんですよね。これ揚げ物にとても合いますし、もうご飯にぶっかけて食べても絶対にうまいやつですよ。美味しかったです。エビもね、でかくてプリプリで美味しいです。うまいですよ。これ本当美味しかったです。飯がね止まりません。食後駅に戻ったんですけど、全然減ってないんですよねこれですね、何度も言うんですけど、ご飯とか味噌汁、漬物は食べ放題です。このね、クオリティの高い手料理がお腹いっぱい食べられます。心もね、お腹も大満足ですよ。いや、美味しかったです。